ハローラー、こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネル、ダイスです。今回はポケットモンスターサンムーンやっていきたいと思います。マンマネさんとの試練行ってみます。もう前回ね、無事に勝ててよかったです。いた、あ、普通にいるんだねこんにちは、マンマネさん。目標接近、うん、接近しました。おそらく試練が目的だと思われ、フェスサークル好き、うん、楽しいですよね。うん、うん、それならいいや、始めよう。あ、いいんだ何を言い出したのかと思ったらいいらしいです。どこで、今ここで。言葉数が少ないんだね、マーマネさん呼び出した主ポケモンに己の強さを示す。これが試練の基本形。ん？そこで僕は考えたよ。何を？あ、いきなり主ポケモンを呼べばいいのではないかと。あ、そのまま？そして作ってみたのが主ポケモンを呼び出すマシンだったりする。マシン作っちゃったんだ。すごいね。なぜマシンを作ったか？そもそも天文台では宇宙の音も調べている。音なんだ、へえ。人には聞こえなくてもポケモンには聞こえる音、これなんか超音波的なやつなのかな。集めた音を地上に流しポケモンの反応を確かめる。この仕組みを利用したのが主ポケモンを呼ぶマシン。他にも集めた音でここのセキュリティも作った。これはマーさんの発明だけど、さっきの人だね。ちなみにマシンは初めて使うから実験にお付き合いください。あれ、実験台的なやつですね。かしこまりました実験台になりますね、これは主ポケモン、こいこい、マーク2。マーク2なんだ、スイッチオン。ってことはマーク1もあったのかな。さあ、主ポケモン、ブーン。え、ブーン、うひゃー、停電でござるか。慌てるとござるになるの。あ、いたたたたた、ドアが閉まった。セキュリティを解除してドアを開けるには。音声クイズです。はい、たた、大丈夫、ただならぬ気配を感じるよ。来てます、主ポケモンがやってきてます。あ、どうやって突っ込んだらいいのかよくいいのこれで。ですからこのままマーマネの試練始めです。あの、アクシデントだと思うんだけどな。あの真っ暗の中で試練開始出た、びっくりした。へえ、ドアを開けるために音声クイズに答えてください。はい、わかるかな。これから鳴らす音は何の音でしょうか。あ、これ回復の時の音だよね、ポケモンセンターの音。正解です。ドアを開きます。あごご、あごご、ご、わー、ドアが開いたらポケモンがやってきたよ。よろしくダイス。びっくりした、野生のアゴゼムシが飛び出してきた。これは捕獲できる子なのかな、捕獲できる子なのかな。でも持ってるので一応ね、あのツイバムの攻撃で、はい、ジュナイパー、あの倒すけど、マーマネさんは私の後ろに隠れている系な感じなんでしょうか。あれー、はい、え、ニャンソはレベル23に上がった。あ、それは嬉しいんだけど、あれー突然の停電でちょっとびっくりしてるんだけど、さすがダイス、あ、褒められた。って話してる間にドアが閉まっちゃいました。大丈夫、主ポケモンは来ています面白い、マーマネさん。あれなんかちょっと怖いね、これね。主ポケモンの存在を遠方に確認しました。遠方ってことはちょっと遠目にいるんだね、きっと。え、これ10番道路だよね。ドアを開けるために音声クイズに答えてください。もう一回ってことですね。はい、これから鳴らす音は何に関係する音でしょうか。ちょっと、もう一回、もう一回、もう一回、はい、はい、
あれマーマネさん間違うとセキュリティが先導して電気ショック、しびびびれるかな、マー君しびれる声だね、もう少しで解除できそうだ。マーレインさんが、マーレインさんが面白い。これ私がしびれるわけじゃなくてマーマネさんがしびれるんですね、間違えると。面白いな。あ、これまたさっきの音だ。面白い。ボトム図鑑正解です。ドアを開きます。どっちかなって思ったんだよね。でん、わー、ドアが開いたらポケモンがやってきたよ。またよろしくダイス。主ポケモンなのかな。あ、じゃないんだ。あ、電磁虫だ。電磁虫面白いですよね。電磁の字っていう字がね、地に点々なんですよね。電池なのかな、電車、どっちだろう。お、ということで電磁虫ゲットしたいな。草、うん、木の葉でこれ取れるのかな、ちょっとやってみよう。あ、でも野生の電磁虫になっているから取れそうな予感。葉っぱカッターゲットしたい。まだ持ってないんですよね。なのでちょっとずつ、虫食いの攻撃が来る、危ない。ちょっとずつ削ってモンスターボールを投げていきたいです。ジュナイパー、はい、葉っぱカッター、まあここまで来れば投げましょう。モンスターボール、ダメだ、試練終わるまではポケモンを捕まえられない。なんだとなんだと、ゲットしたかったよ。そしたらもう普通に倒した方が良かったではないですかね。またやってしまった。そこの確認をすれば良かったですね。いやー、はい、学習装置でそれぞれ経験値をもらいました。やってしまったことは仕方がないですね。うん、さすがダイス。で、また話してる間にドアが閉まっちゃいました。へー、大丈夫、主ポケモンは来ています。あのドアをこう、なんだっけ、手でね、開けといてくれればいいんだけどな。マーマネさん、そうはいかないのかな。主ポケモンさらに接近中。あー、上にね、なるほど、バスで移動してたけど道を上がってきてるってことなんですね。うんうん、理解しました。セキュリティは半分解除されました。ドアを開けるために音声クイズにお答えください。はい、ちゃんと聞こう。これから鳴らす音は何の鳴き声でしょうか。わかんない、鳴き声これ。あ、でもなんか名前が、ナマコブシ、デンジムシ、アゴジムシ、デンジムシ、正解です。ドアを開きます。もしかしてドアは開くけれど、デン、あ、やっぱりまたまたよろしくダイス。はーい、あ、なんかこのやりとりもちょっと面白いですね。楽しくなってきちゃいました。さあ、いたいた、デンジムシ。今度はね、なんか捕まえられないってことが分かったので、戦っていきましょう。うんうん、ツイバムだ、ジュナイパーのツイバム。はい、半分半分、アクロバット来る。おお、効果抜群だ。ジュナイパーが危ない。いい傷薬で一回回復しましょう。はい、ジュナイパーにいい傷薬、よし、回復。泥かけ、わお、効果は今一つのようだ。だけど命中率が下がってしまってる。戦いましょう。かげない、ジュナイパーのかげない、これかっこいいね。うわー、弓放ってるジュナイパー、すごい。おー、初めて使ったんですよ、かげない、いいですね。あ、まんまでたんだ、さすがダイス。で、またドアが、同じミスを繰り返すほど僕は追い詰められている、聞きてます。主ポケモンがすぐ近くに来てる気配が。これ次ドアを開けたら主ポケモンがいるとか、そういうあれなんですかね。もしかしたら、あれ、主ポケモンかなり近くまで接近中。あー、天文台の目の前だな。これはドアを開けたら主ポケモン的な流れでしょうか。最後のセキュリティです。あ、最後のセキュリティが来た。ドアを開けるために音声クイズに答えてください。
これドアを開けると虫ポケモンが入ってくるっていう、そういうことなのかな。うん、これから鳴らすのは何が現れる時の音楽でしょうか。あれ、何、今早かったね。もう一回聞こう。じゃじゃんって言ってる。これでも虫ポケモンでしょ、きっと。正解です。ドアを開きます。はあ、虫ポケモンが、え、この音、この気配、やってきました。面白い。やってきました。出た、主ポケモン、ダイス出番です。展望台、主ポケモン、クワガノン、出現。クワガノン。わー。クワガノンが勝負を仕掛けてきた。うわ、まとってるね。オーラをまとい、能力が上がっている。行け、ジュナイパン。君に決めていました、ジュナイパン。戦うよ、使いましょう。ジェットパワー、ブルームシャインエクストラ、行ってみよう。さあ、ニキッと生えてパッと花咲く。ジュナイパンになってから使うとまたね、一段とかっこいいんですよね。これ全力のZ技、ブルームシャインエクストラ、行くのだ、ジュナイパン。さあ、こうやって主ポケモンに当たった。どれくらい入るかな。あ、そんなでもないかもしれない。効果は今一つのようだ。虫食いが来る。あ、仲間呼んでる。これ仲間が現れなかったっていうことはないんですね。電磁虫なんだね。なるほど。だからずっといたんだ。どうしようかな。入れ替えをする。はい、ジュナイパー、よし、お疲れ様でした。張り手山行け。あ、充電、充電始めてる。特防が上がった。電磁波が来る。麻痺するよね。あー、麻痺して技が出にくくなった。岩石封じを電磁虫にしたいです。麻痺大丈夫？あ、スパークが先？うわー、大丈夫かな。電磁虫の挟む、張り手山挟まれてる。体がしびれて動けない。うわー、もう一回行こう。岩石封じだ。はい、張り手山ダメか。向こうが先だ。充電、あ、でも充電だ。危ない危ない、挟むが来る。張り手山耐えてる。岩石封じ入った。よし、あ、でも残ってるね。素早さは下がる。もう一回岩石封じ行きましょう、電磁虫に。よし、スパーク、張り手山が、あー、倒れちゃった。ごめんね、張り手山。でもありがとう、お疲れ様。どうしよう、ガーディー。うん、ガーディー行こう。よし、かわいいぞ、威嚇だ。尻尾がね、もう可愛くて触りたい、ガーディくん。やるのは弾ける炎です。ほい、電磁虫に向かって弾ける炎。よし、効果抜群。隣にもね、火の粉がかかるからね。これで少し削れてる。よし、あ、また充電してる。まずい、来るぞ、充電が来てるよ。特防上がってる。そしたら火の粉だ。はい、身を食べるんですね。効果抜群。うわー、ガーディー、どうしよう、どうしよう。あ、ニャースいるんだった。これジュナイパーなのかな。いや、月光が、行ってみよう。行け、月光が、お願い、月光が。仲間呼んでる。あ、やっぱり主ポケモンから倒さないとダメだったんですね。やってしまった。また電磁虫だ。
よし、じゃあ月光河は、辻斬りしよう。はい。クワガノンに辻斬り。よし。あ、また充電してる。わー。電磁虫は何が来るの？電磁波。麻痺するよね。ひやー。月光河が麻痺して、技が出にくくなった。戦いましょう。もう一回。主ポケモンのクワガノンにやりたかったけど、しびれて動けないスパークが来る。ひゃー、月光がこっちのスパーク、月光が倒れた。まずい。ジュナイパー、はい、ジュナイパー出します。戦う、影の井、はい、クワガノンにやっていこう。スナイパーの影の井、よし、狙って、はい、どう、行く、行った、よかった、先に虫ポケモンが倒れた。おお、スナイパーがレベル36上がりましたね。よかった。アニャンスもレベル24。電磁虫は電磁波、耐えよう、スナイパー。麻痺して技が出にくくなってる。よし、影の井を電磁虫に。はい、影の井だ、いけ。もうちょっと、もう逃げられない。わー、急所に当たってる。で、いけるかな、影の井。はい、あ、撃ててる、よかった。電磁虫に影の井、倒れた。はぁ、よかったです。あ、喜んでる喜んでる。主のクワガノンとの勝負に勝った。みんなありがとう。ギュギュギュー。あ、電気ついた。マーマネさん、ひどいよ、マーマネさん。マー君、マーさん、ナイスキャプテンだよ。ダイス君を成長させ、実験を成功させた。もっとも、虫ポケモンコイコイマーク2は電力を使いすぎのようだ。電磁虫の協力を仰ぐとか、改善の余地ありだね。ダイス、虫ポケモンを倒した君に電気ジェットをあげる。マネマネさん、ありがとう。でも、暗闇だったね、ずっと。うん。そして、電気ジェットゲットしました。試練達成、よかった。よし、見てて、こうやって、こうやって、ふんって。あ、腰についてるのがかわいい。停電だと平気だったけど、あ、人に見られてるとうまく話せなくなっちゃう。ありがとう、おめでとう、マーマネの試練達成だよ。人見知りくんなんだね。うん、試練達成おめでとう、ありがとうございます。マーマネもキャプテンお疲れ。僕もドキドキ。あ、いとこだけどマーマネをキャプテンに選んでよかった。いとこなんだ、仲良しだね、お二人は。本来であれば島キング部がキャプテンを任命する。だが裏裏島は事情がやや特殊でね。あ、そうなんですね。なんとかかんとかキャプテンしてる。ダイスすごかった。なるほど。では、いいものを進呈しましょう。何くれるんですか？鋼ゼットもらいました。ここで2つゲットできるんですか？おお、ポケモンとともに強さを求め、島巡りで手に入れたゼットクリスタル。僕より君にふさわしいだろう。遠慮せずに使ってほしい。ありがとうございます。さて、ダイス君、お使いを頼まれてくれるかな？お使いですか？はい。ククイ君の忘れ物だよ。あれ？博士の覆面手に入れました。この覆面どこかで見た記憶が。大切なものポケットにしまいましょう。ククイ君、マリエ庭園に戻ると言ってたよね。お手数をかけるがよろしく。了解しました。今度は勝負。マーマネさん、今度は勝負。はい、
たりちょっとなんか私好きなキャラです、かわいいねということでゲットしました。電気セットそして鋼セット、停電になってちょっとびっくりしましたが、ヌジポケモン時間はかかりましたが倒せてよかったです。次回は博士にマスクを届けにマリエ庭園に向かおうと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた、 See you!